関基地の疎水鉱関基地の疎水鉱は、鹿児島県鹿児島市下田町にある用水路。1852年に築かれ、薩摩藩第28代当主、島津成明によって行われた修正管事業の動力源として利用された。2015年7月に行われた第39回世界遺産委員会において、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、 石炭産業の構成資産の一つとして、世界文化遺産に登録された。石基地の疎水鉱石基地の疎水鉱の位置長さは、鹿児島市によれば、稲荷川上流から、千岩園まで約8キロメートルに及んだとされ、鹿児島県立図書館が1994年に、刊行した、江夏十郎関係文書によれば、6 5 1 0ルで、あるとされ、 文化財保護審議会審議委員であった西本はじめによる2006年の調査によれば約7キロメートルであるとされた。市街地造成や災害の影響により実方橋の手前で途絶えており約3キロメートルが現存。一部は農業用水路として利用されている。鹿児島自然百選に選定されている。2005年に鹿児島市史跡に指定2013年には 国の史跡、九州政官に追加指定された。2009年に九州、山口の近代化産業遺産群の構成資産の一つとして世界遺産暫定リストに記載され、2015年に明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業として正式登録されている。鹿児島市川上町において稲荷川から 溶血業海岸上に水路を引き、磯まで約 8km、北東から南西へ、緩やかな傾斜を描いて続いている。取水口の海抜高度は 132m であるのに、対して、小湖修正館付近では 124m であり、8m ほどの高度差しかない。この緩やかな傾斜角度は、当時の高度な技術を示すものである。1857年に、 佐賀藩の千住大ス助らによって作成された、殺衆見取り絵図にも、陽光炉に水を引いた水路や家計が記されている。石基地に岩盤をくり抜いた稲取川の取水鉱石が、ほぼ当時のまま現存するほか、一部は、現在も、水田の用水路として利用されている。途中、滝となっており、岩道の滝と称される。上流は、安倍木川に沿って、下流は、 稲取川沿いに流れている。現在の取水口は1913年の洪水後に改修されたものである。財政再建派と不国共兵派によるおゆら騒動を経て、1851年に薩摩藩主に就任した島津成明は藩主に就任するや不国共兵策を取り、それまで長年温めていた修正管事業の計画に着手し、 現在の鹿児島市祖地区を中心として、アジア初の近代洋式工場群の建設に取り掛かった。当初、反射炉や方針に穴を開ける装置である、三階台などの動力は、蒸気機関が研究段階であり使用できなかったため、水車動力によった。千維園には、百二十二年に、下田町関基地から、吉野祖水が引かれていたが、百五十二年に、 そこから、新たに水路を設け、修正管の水車に用いる水を供給した。トンネルを18カ所も掘っており、一大事業であったということができる。関基地の疎水港は、鹿児島市でも知名度が乏しく、知名度の向上とガイドの育成が課題とされている。ありがとうございます。